やっぱり昨日はまた嫌な負け方しましたし、まあ、うまく切り替えることができて、今日の試合につながったんじゃないかなと思います。2本とも完璧な当たりだったんじゃないでしょうか。まあ、完璧といえば完璧ですけどね、それまでやっぱり、ここ2試合、打ててなかったんで、まあ、そういう意味 で今日の1打席目も、見逃し三振という形には、終わってたんで、なんとかしたいなという気持ちでバッターボックスになりました。1試合2本のホームラン、今シーズン初めてなんですけれども、気持ちの入り方という面ではいかがでしたか。いや、いつも気持ちは入って、1打席1打席、臨んでるんですけども、まあ、結果っていうのはなかなか出てくれるもんじゃないんで、まあ、そういう意味では本当に今日は、このマツダスタジアムで今シーズン勝ててなかったんで、そういう意味ではいい勝ちになったんじゃないかなと思います。それから第4打席の大飛球、あれは振り返らなければいけないかと思うんですけれども、惜しかったですね。まあそれはもうしょうがないです、はい、ただ打ち直しの打席でまたレフト前、しぶとさというのは見事だったと思うんですが、いかがでしょうか。いやいや、当たりは良くなかったんですけど、まあ良かったなと思います、はい、これで再び貯金1となりました。いかがですか。なかなか連勝ということがないんで、どうしても、今日の勝ちを生かすためにも明日なんとか、勝ちたいと思います。今日は本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。和田選手でした。ヒーローインタビュー。先制のシーンは2回の裏でした。カープランナーを2人置いて9番のピッチャー小松がタイムリーヒット。まあ、ここは本当小松がよく打ったんですよね。そうですよね。これ気分よく投げれるはずなんですよね。その後ランナー二塁三塁となって1番東出のタイムリーヒット。さらにその東出が盗塁で二塁に進んだ後、ソルギにもタイムリーが出て2回の裏に4点を奪います。しかしドラゴンズは3回の表ツーアウトランナー二塁からまたが第7号ツーランホームランレフト、スタンドを越えていく投球ネットに当たるフライのツーランホームランを打って反撃ののろし。4回にもランナーをためて今度は途中出場岩崎プロ初打点となるタイムリーヒットを打ちます。これで1点差とするとなおもランナーを1塁と3塁に置いて3番森野が左中間を深々と破る逆転の2点タイムリーツーベース。これで5対4と試合をひっくり返します。そしてその後の和田のバッティングでした。はい、1本目よりは若干打ちの球だったんですけども、これも完璧に捉えましたよね。本当ですね。ただ、まあ1本目のホームランはまあしょうがないにしてもね、小松がこの2本目のホームラン、これはかなりトライだと思いますよ。はい、これが2打席連続第8号のスリーランホームランとなって、この時点で8対4ドラゴンズ4点リードとなりました。さらにその後も得点を重ねたドラゴンズが結局終わってみれば今シーズン最多の18安打と、よく打ちましたね。